お疲れ様です。スッキョウさん、ミラハッセンの17日目やっていきたいと思います。ということで、前回の続きですね。はい、71からやっていきましょうか。で、今シーズンも残り12日ということで、もうすぐ終わりますね。で、前回続きスケバレでやっていくんですけど、あと12日で900ほどいけんのかなんか現実的に、なんだろう、考えれば考えるとなんか厳しいんですけど、だからまだ上がまだ8000出てるんですけど、まだ数人とかなんで、まあ、もうちょっとペース上がってくれると俺からしたら美味しいかなっていう。よいしょ、滑り込み8000いきましょう。滑り込みでさ、今回の相手はもう嫌だ嫌だ嫌だ、いつもこれに負けるんですよ僕。いつも勝てないですね。さあ、三重士ですね。いやー、これゴルナイがいなかったらまあワンチャン全然あるんですけど、もういつもこれですよ。前回の動画もだ、いつもねゴルナイにしばかれて終わるんですよ結局。そうだから、前回学んだのは序盤の間にダメージを結構稼いで、稼ぎまくって、よいしょ、逃げるプラン。よし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 、いけ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 、来そうだけど来ないのか。いや、これ諦めた、諦めた、諦めてない、諦めてないんかい。さあ、雑把ないでしょさすがに。いやー、これマジででかいなー。あー、出たよ出た出た、これこれこれ、こいつなんですよ僕の宿敵、黄色いおじさん。こいついつもボコされてるんでね。よし、まあ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 、まだ耐えっすよね。あ、これでもウッドで、いや、そんな変なウッド戦でもよかった。一回だけあのタワーに当てればよかったっていう。よし、いや、これ熱いっすね。まあ、序盤にマジで今ダメージが通ったのは多分でかいんですよね。多分それが多分この 3C の勝ち筋だと思うので、まあゴルナイにこっからしばかれる未来もあるんですけどね。全然、よいしょ、さあウッドでしばきながらの、いや、これちょっと待ってよ、あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、待って、やばい、本当にやだ、ちょっと待って、本当に待って、20秒なの、20秒、450、耐えたいな、耐えれるのかな、耐えるしかねえんだよな、気合で。さあ、スケバレの落下、ウッドで下がってもらい、あとはさすがに時間で、おー、危ねえ、危ねえけど、多分もうちょっと時間あったら負けてたし、みたいなね。結局ね。結局多分三試合きついっすね。やっぱゴルナイがね。よし、でも分かった。序盤にもうスケバレミラーで、バチクリなんかやりましょうか。もうスケバレ飛ばすだけなんでね。序盤に飛ばすだけ覚えておきます。さあ、よろしく。で、ちょっと一つコメント欄でも、あったんですけど、やっぱスケバレはスケバレで強いと。だがしかし、ディガーだからこそ勝てる相手とかもいるんですよね。まあ、なんだろうな、スケバレが通りにくい相手っていうといいのかな。そうだから、まあ 2.6 ホグとか、まあ枯渇とか、施設でスケバレを守ることができる相手と当たってしまった時に、スケバレだからこそ勝てないんじゃないか説がね、ちょっとあるんですよね。そう、そうなってくると、ちょっと嫌だねっていう話ですね。さあ、さすが金起動して、よし、ウッドも使っていい。あ、金起動できるだけでね、やっぱ変わるんでね。さあ、ミラーも使ってたよ。今回の相手はアウムコガツかな？アウプリ？アウム？ムーな気がしますけどね。ユーのアウトロー、ムーが いるんじゃないですか？で、あとは雪玉か、まあ、どっちかは分かんないですね。雪玉か打ったかは分かんない。まあ、呪文見えてない気がする。見えてたら、マジで、しゃなし。いや、でも、スケバレだけでも強いな。
多分言うので受けるとね、言うの追加してくると思うんですよね、相手が。そしてこない、あ、してくるっすよね。言うの突進生かして、さあ、まあまあまあ、まあ、耐えましょうか。いやー、で、ここで雪玉が来るか、どうか。うん。いや、このスケバレ地味にだるそうだけどな。いや、待って、これがこれだる。さあ、雪玉。いや、このダクプリにウッド使ってるの結構渋いな。いや、まあこれはでも勝ちたいよね。だって相手雪玉だもん。雪なんでね。さあ、まあここは近畿道してるんで許容もできると。まああとはプリン、じゃあスケバレダブルパンチトリプル、よし、行きまくって、あのプリン範囲でさ、え、めっちゃおしゃれじゃね、おしゃれじゃね、オッケーオッケー。さあ、雪玉を、いや、でもうまい。ノックバックうまい。いや、でもこれ、熱マジ熱マジ熱。よしよし。いや、ワンチャンっていうか、ワンチャンどころじゃねえな、スケバレやっぱ。熱いな。よしよし。さあ、範囲でしばきながら、からの、スケバレ2連打。やばい。ダメージ受けるとやばい。で、あのプリンをしばいていく、ウッドで。お？それを、だって強だもんね。2個目に雪玉打ちたいから、強要すると、言うのがピーピーピー、おら、本気で、いや、マジで熱い、マジで熱い、マジで熱い。まあ、別にディガーでも、勝てないことはない相手だけど、ディガーの時よりも、勝ちやすかった。勝ちやすくなってたな、なんなら。まあ、施設ないのもあるけど、よしよし、いや、めっちゃよくね ?72、72。あと800ぐらい。あと800。いや、この、1日100。1日100上げれば、なんとかなる。そこまで上げなくてもいいから。目標だね。1日100ペース。さあ、よろしく。まあ、だから、施設を引かないかな。もう、施設を引くと、もう、泣いていいですね。迫撃クロス。まあ、なんだ。まあ、とりあえず、施設持ちですね。施設持ってないだけで、スケバレの落下ダメージ入るんで、まあ、スケバレの落下ね、もう、ミラーも使えば400入るので、飛ばし得ですね。わー、ゴーストは嫌よ、ゴーストは。いや、ゴースト強いんですよね。こいつなんで加工されないんだ。さあ、ゴーストハンターってことは、ロイジャイだったらちょっとやばい。ああ、もしかして、ああ、結局ね。結局ね。みたいな。ああ、痛え、これ。痛いけど、ここは一旦許容です。一旦許容で、ちょっとうざめに攻めていこう。相手が攻めてきた後なんでね。これはカウンターチャンス。まあでもここでもう一回行ってもいいけど、いや、ゴルネやばいかな。いや、もうしょうがないですね。入れ入れ入れ。16だろお前ら、16だろお前ら。オッケー。いや、だから30勝いっても、ちょっと待って、本当に待って、ガチでなんでっていうぐらいいるね。うわー、もうゴルネが強すぎて高々っすよね、パワーが。結局ね。やばい、待って、ミスった。危ない危ない。いや、まあこれは別に、これは全然いい。許容。痛え。まあ一周目はたるっすよね。お、ゴルナイ出してコストかな。熱。いやー、ってことは、まあここはもう走るな。あー、いらんかったな、ウッドが。いや、で、マジで、削っとかないと、マジで、削られるんで。よし。さあ、まあ、トルネを持っとけば、耐えはする。ふぅ、いや、怖すぎる。あ、これでも意外といい、これ。さあ、まあ、ウッド2発あんま使いたくないけど、よし。いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？コストないけど、スケバレはハンターいないときは飛ばしとく。落下ダメで強制ダメージ。なんかプリンも？よいしょ。さあ、コウモリでしばきたい。ゴーストは逃がさない。トルネで固める。よしよし。で、これ多分絶対ウッド警戒で右サイドに来ると思うんだけどね。よしよし。いやー、
三重士に2連チャン勝利。まあ熱いね。いやマジで熱いわ。スケバレのおかげだもんね。間違いない。これディガーだったらもうゴルナインで拾われるだけなんで。よし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 。いやめっちゃいい。スケバレにしてからすごい調子がいい。前回前あ三振で負けたんだ結局ね。いやでも三振やばくない？これ2回に1回三振来てるからね。今この感じでいくと、そう三振環境ってほどではないけど、まあ世界大会も2位だったね。まあ言ったら今本当世界で一番うまいのはってなった時に、まあ麦とかモハメドライトとか出ますけど、まあ、そのモハメドライトが、三振でね世界一桁いってましたから、まあ、何でもうまいっすから、何でもうまいからあんま参考になんないけど、ちゃんとね30して世界本当に5、6位ぐらいまではね上がってたので、まあそういうのも加味してみんな使ってるね。うわ迫撃だー。これやりたて戦は迫撃ぐらいしかないっすね。てか CR エリックってあれじゃね、チームリキッドの監督のエリックじゃない、もしかして。サジゴブカナリオ DOB を控えていた、率いていたっていうのか。さあ迫撃ディガーだ。日本のフチさん的な海外のエリック。いや本物だったらね。でも CR2016 だったらでも本当にそれぐらい、いや古すぎるな。でも2016だったら、あーこれはねスケバレの攻めを通すのが大変ですよ。で槍が縦線が来そうだね。でこれこう槍来たらワンチャンいらねえか。よしよしよし。迫撃の受けが、まあ、間違いないこれきついので僕は、うん、まあまあまあ、あでもウッドこっち使うんだな。これでもないね、陸がディガーかボーイガー。おい、いやなんかワンチャンあるぞ。戦い方がすごいむずいかな今回。迫撃に対しての受けが今までディガーがあったんですけど、攻めながら受けるっていう、まあそれがないので、まあ、ここはガゴムレからのディガーは思いながらもまあないと。スケバレ飛ばすだけでもどう受けてくるかな。いやここ勝ちたいね。まあガゴムレか迫撃砲キングにバターン。さあまあまあまあ、やばいこれ。スケバレの落下でええ感じに処理しようと思ったらさ、めっちゃ下手くそなトルネードになったんだけど、あの意外とダメージはね頑張ってんだよね。これユーヌミラー意外と熱い。あーそれちょっと嫌だな。さあさすがに相手もうまい。いやームートが厄介すぎる。ムートだけじゃないけどね。さあどうしようかなこれマジで。いやーよく耐えてる。問題はサイドをこれね変えなきゃいけないですね。よいしょ。あとは近畿道ちゃっちゃしたいかな。ユーのこれ残したかったね。でも流れが特別悪いわけではないからね、意外と頑張れてる。あー相手気づきやがった俺のこのきつい。あー待ってやってもた。きついんだよそれが一番。ファイボ来ない。マスケバレ飛ばす。もう一個行こう。いやー待ってもう一個はしちゃった。うわなんかルート行政してるし、なんで天才か。いやまだ参る。一発も入れるな。いやマジでワンチャンありそう。
やワンチャンありそうなんだけど、迫撃が強え。熱い熱い熱い。さあ落下ダメ。お、熱い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 。マジで熱い熱い熱い。いやユウのユウの欲しい。いやめっちゃいい。うわ待って。お願い、めっちゃ奇跡的に追いつけん、これめっちゃ奇跡的に追いつけないんだねーさー。くー、いやこれですね、これね、スケバレだとねやっぱなかなか勝てなくなる。いやでも勝てそうではあったよね。いや勝てそうではあるんだけど多分勝てない。いやどうやってダメージ通すかっすね。多分スケバレだとね施設に勝てない。ラバとかそういうのには全然いけると思うんですけど、ね、おガチャパイセンだ、よろしく。ブラストアライズ、ブラストってクランですね。クランで一緒だった方だ、久々だな。さあ、何使ってたっけ、全然覚えてないし、ハンターでもう嫌。三種だけはやめて先輩、三種だけはやめてと思いながらさ、三樹脂ですね、綺麗に。まあまあまあ今んところでも三種勝ってるからね。でロイホグ型のね、そう怒ってる。いやもう迫撃とかと比べたらもう全然マシですね。もう迫撃だけはね、てかまあクロスか、クロスやばいからね。迫撃だってワンチャルありそうではあった。うん、よーし。いやこれも反省というか、さっきの今まで勝ち筋は序盤にもう、あーこのトルネーなんでねんだ俺、今舞台に使ったのか。そう序盤にね大ダメージを与えたいっすよね。うん、よしよしよし。いやまあ耐える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 、耐えでいい、耐えで。さあで言うのも出しちゃってナイスからのロイホグがセパで飛んで固め、やっぱ持ってねえなこれ。ちょっと待って、下手俺、やばい痛い、これコスト使いすぎですね。トルネない時の三種展開厄介ですね。さあオーマイグネス、ロイホグ三種のミラーだ。エリポンのミラーは分かるんですけど、エリポン入ってない三種のミラーはレアですね。でミラーがあるということはどうだ、ハンターいたな、そういえば。うわー呪文使ってこねえの嫌だな、マジ。あーしっかりね、あるんだねしっかり。いやーちょっと待てよ、一旦ゴリゴリいって、いいスピードもないよね、ウッドでしばきたい、あれを。いや意外と入る、入ってる方なのか。いやこれも縦線だけで許容で自分の攻めを優先します。これだな、絶対きついんですよ、絶対きついんですよこれが。そうまあであのハンターをしばくためのウッドもいって、よしよしよし、入る入る入る。あーダメージまあ言うてトントンっすね。そういやでも流れはねなんかいい、三樹脂展開できてないっすね。あ来る、さすがにこれは固めるっすね。うん、ウッド2周ちゃっちゃ転がして、いやーウッドが強い。いやでもガチで、あれプリンが残ってる、プリンが残ってる、届いてない、熱い熱い熱い。いやーこのちょっと遅めのスケバレはターゲットがいい感じになれば、いやいいいいいいよいいよいいよ、マジスケバレ熱い、スケバレ熱い、スケバレ頑張れスケバレ。いやスケバレのおかげでなんとかなってる本当に。ワンチャンこっちで残れ、
いや、ノーコンで待って、行き過ぎ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 なんだって。おい、じじ、ちょっと待って、本当に、待って。本当に待って、じじ。もう落下ダメでさ、30、行き。いや、問題は、やばい、この後の、やつらが来る。ゴルナイゾエの、いや、これは、あー、ちょっとやばいか。いや、言うて耐えれる。オッケー、ゴルナイが走んなかった。急に無能。さあ、ハンターをしばきたいので、ウッドまで添えてく。に言うのがなんもない。あーい。スケバレ、強っ。いや、スケバレだと多分、三重士に、怪しい方がいいのかもしれない。今までのディガーよりも攻めが通るっすね。落下ダメが通るだけで、さあ、でかいと。いや、これでさっきの魔境ね、取り返しましたね。え、てかさ、マジでやばくない？三子しかいない。三子違うの。わ、ガチやばい。でも、まあ、三子に勝てるなら、今はスケバレ型で、やりとくかなと。いうことで、いや、何？これってあと800だ。あと800。12日ある。いや、頑張ります。ってことで、今日ね、以上になります。よければ、チャンネル登録、高評価もね、お願いします。スケバレ型はね、ディガよりも全然使いやすいし、おもろいので、ね、ちょっと皆さんもぜひね、やってみてください。では、おーつでーす。またねー。